11日火曜日、市役所本庁舎4階の町議室で、津市市政相談員の委嘱式が行われました。現在市内でご活躍いただいている行政相談委員の皆さんは、行政相談委員法に基づき総務大臣から委嘱を受け、国、独立行政法人、特殊法人などが行っている行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせなどの相談を受け付け、その解決のための助言や関係行政機関に対する通知などの業務に携わっていただいていますが、かねてより委員の皆さんから行政相談の際、津市政に対する意見や要望、苦情なども寄せられ、対応に苦慮する場面もあるため、対応を円滑に進めることができるよう何らかの連携が図れるようにしてほしいと要望がありました。そこで今回、総務省三重行政評価事務所の協力を得て、本市の区域で活動される12名の行政相談委員の皆さんが、市の行政全般に係る相談業務も合わせて円滑に行えるよう、前橋町から津市市政相談員の委嘱状が交付されました。一人一人に委嘱状が手渡された後、前橋町は、市民の方が市政に対しいろいろな思いを持っていると思いますが、不満なく行政サービスを受けていただけるよう、市民の皆さんの声を幅広く聞いていただき、それを市政に役立てていきたいと思いますので、よろしくお願いしますと挨拶し、続いて相談員を代表して谷昇さんが、かねてより私たちが嘱望していました、この市政相談員制度が全国の自治体に先駆け設立されたことを大変嬉しく思い、感謝申し上げます。今後も地域密着を図る相談員であり続けられるよう頑張ってまいりますと抱負を述べました。その後、市政相談員の皆さんと前橋町による懇談会が行われ、各地域における課題や行政との連携の難しさなど、活発な意見交換が行われました。事務を担当する市民交流課は、今回のような市政相談員の設置は全国的にも珍しく、三重県下では初めてのことです。今後は市民の皆さんと行政との架け橋となっていただくよう期待しますと話していました。